てです。今日は筋トレ頑張らなくても体の使い方で楽になるっていう話をしていきたいなと思います。例えばこういうこと、これもしかしたら力あるなって感じた人もいるかもしれないんですけど、全然力すごくないんですよ。ゴリゴリのズルなんですよ。なんかゴリゴリのズルって音だけ聞くとどっちだよってなるな。もちろんね、筋肉はゼロじゃないよ。だけど配分的に相当足の勢い使ってズルしてるってことです。例えばバク転で潰れないようにしたいっていうのがあったら、解決するのにね、腕立て頑張ってこう鍛えようっていう考えもいいと思うんですけど、衝撃に強い姿勢を知るとか、負けないっていうコツをね習得するっていうのもありなんだよって話ね。姿勢の話で言うんだったら、逆立ちになった時にこう胸を落とさないとか、コツの話で言うんだったらバク転の回転力を上げるとか、回転力があったら勢いが後ろに流れていくので腕にかかる負担って少なくなってくるんですよね。この手なし交点と同じ、勢いがあれば全然大丈夫。前提としてさ、問題解決すれば別に見た目がムキムキゴリラにならなくてもいいわけでしょ。いや、ちょっとゴリラは言い過ぎか、普通に嫌か。まあ、それだったら弱いからこの問題が起こってるんだなって思うことも違う視点ね、ズルとか体の使い方っていう視点で考えていくと違う解決策が見えてきて幅が広がるんじゃないかなって思ったという話です。もしよかったらやってみてください。じゃあバイバイ。